福岡県内の町や村の特産品などを集めた福岡町村フェアが福岡市で行われています。福岡町村フェアはここ2年は新型コロナの影響で中止となっていて3年ぶりの開催です。オープニングセレモニーでは博多第二幼稚園の園児がマーチング演奏して花を添えました。会場では福岡県内の29の町村の63団体が自慢の特産品や農作物など出品しています。また郷土芸能などのステージイベントのほか、クイズやアンケートに答えるとオリジナル景品がもらえるデジタルクイズラリーや町村キャラ缶バッジ作りなど催しも盛りだくさんです。福岡町村フェアは福岡市の天神中央公園で今日は午後4時半まで、明日は午前11時から午後4時まで開催されています。